どうも横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、名作シリーズということで原言語句の問題1問やっていきたいと思います。さあ久しぶりのこのねシリーズになるわけですけどもね、まあ江戸時代の本因坊家もね解いていたであろうこの1問、皆さんもね現代でもやはりねこれを色褪せることなく楽しめる名作というところになりますので1問ねやっていきたいと思います。さあまたゆっくり考えたい方ね動画を止めて考えていただけたらと思います。はい、ではこの動画では答えの方を見てまいりましょう。さあ黒でねこれどうやったら全部の白取れるかなというところになるわけですけども、これまず一歩一歩行くのはやはりねあまりうまくいきませんね。このように打っても、ここはまあ欠け目にできるんですけども、3個の真ん中に打たれてしまって生きてしまうぞというところになりますね。はい、ということでじゃあ初手にやはりね飛び技が必要だというところで、正解はさあ今回はどこでしょうということで、こちらこのツケが正解ということになります。さあここに来られた時にじゃあ白はねどうするかなというところになるんですけども、まあ、白としてもねこの1目をちょっと丁寧にこんな風に相手にしてくれば、これはまあこちら出てもねこちら欠け目にしてもどちらもあるんですけども、まあ、こちらを欠け目にしておきましょう。このようにねここを欠け目にしておけば今度は白がこう広げてきても3目の真ん中に打つことができますし、まあ、白はこちらを打ってくればここに打ってやはり1眼しかねできようがないですね、こう打ってもね。はい、というところでここにつけた時にじゃあ白がおそらくねこんな風に来るのも一つ抵抗かなと思うわけですけども、ここを1目取ってくるのであれば今度はね割り込んで、でここでねなんかこの2個取られそうに見えるんですけど、よく見たらここに切れば打って返しで白を取ることができますね。という風になると今度これ1眼しかありませんから、やはり白を取れますよというところになります。はい、ですからここで白がじゃあもう1個最後こちらの変化ですね、ここに打ってくるのであればやはり今度ここでね、ダメをこうじっくり詰めておくんです。でやはり打って返しがあるぞということで、まあ、白困っちゃうんですね。ここでまあ例えばこのようにくれば一度ここ3目の真ん中打って当たりになりますから、これ取るしかないんで、それからこちらを欠け目にしておけばやはり白を取ることができますね。これが欠け目になっております。はい、というところで今回はねこの初手一発が見えたかどうかっていうのはやはりね非常に大事なところになるのかなと思います。はい、ということで今回の問題はいかがだったでしょうか。まあ、皆さんのねできましたよとかね今日もできませんでしたとかね、そういった声ねいつも楽しく見させていただいております。最近ちょっとねライブ配信が多かったりもするんですけどもね、皆さんのコツコツとね、日々の問題をね、これからもね上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今回は以上にいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。